台湾オクサギプレムナセレーティフォリア L は、ひそかの樹木、常緑性の小高木。一年目の枝は、多少有毛か無毛。二年目の枝は、海緑色になる。葉は耐性し、養診は、卵状大円型から、卵円形。先端は急に細くなって、短く突き出し、あるいは鈍く終わり、木部側はまっすぐになっているかやや丸くなるか、あるいは心形にくぼむ。 洋身は洋室で円は滑らか。洋身の長さは6から17センチメートル、幅は4から10センチメートル、洋平は長さ1.5から8センチメートル。側脈は4から5体で表裏ともにやや突き出している。茎の先端に出る箇所は三棒状で浅いドーム状、あるいはもっと平たくなって、計5から17センチメートルほど高さ4から10センチメートル。 額は、小形で、長さ1 5ト、mm、ル、円には5波があり、花が終わった後に大きくなる。果敢は白くて、長さ約2ト、mm、ル、円は4列する。おス司ベとメシベは、果敢から少しだけ顔を出す。角果は、休憩で、計3から4ト、mm、ル、その基部には、宿今する額が、計3ト、mm、ルの皿状に残る。日本では、 琉球列島の各島に見られ、国外では台湾から熱帯アジア、ポリネシアにまで分布する。海岸近くの琉球産後礁の地域によく見られる。ハマクサギ属は世界の熱帯域を中心に約200種があり、日本には3種の自生種がある。そのうちハマクサギ P マイクロフィラは日本本土まで分布があるが、琉球列島でも見られる。ルゾンクサギ P ナウセオサは、 石垣島と入表モテ島から知られる。これら二種はいずれも葉をもむと悪臭があるが、本種にはそれはない。花筒は、浜草木は黄色くて大きくて、花筒は本種の2倍ほど。ルゾン草木は白くて小さく、本種の半分程度しかない。またこれらの中で本種が最も広い分布域を持っている。材木としては硬くて、耐水性が高い。 建築材や柱として用いられるが、水耕材として耐久性に優れるという。また、若葉が、急耕食材として用いられたともいう。以下、主として、初島 P522 初島 P522 ケハラ P109 以下ともに、佐竹ほか P214 四天ノ P166。ありがとうございます。